お前が先手だ。よろしくお願いします。それでは今日も鬼殺しやっていきたいと思います。お相手の方1級の方ですね。鬼殺し、お互い角道を開けて、6二銀と来ましたので、これは桂は飛んでいきましょう。でここの桂は狙われても角交換して5五角と打てば6四歩を取れます。しかも、5三の地点も角と桂が効いてます。でお相手の方どう受けるかなんですが、あ、これは鬼殺し対策の受けですね。王手として、で4四馬と引けば馬を作れますし、5三も守れるというの鬼殺し、こっち側としてはかなり厳しい、あのうまい受けをされたのではないかなと思います。なのでちょっと7筋を攻めていくしかないんですが、で金を上がってこられまして、ここもちょっとうまく受けられてるんですが、まあなんとか桂交換だけはできました。で一旦角は引いておきましょう。でお相手は馬も作れてますし、鬼殺し受けられましたし、こっちは飛車が隠居してるんでちょっと厳しいかなと思います。まあちょっと桂を使って2分30秒これはちょっとあれですね、対応間違われたかもしれないですね。6二金と引いておくべきだったかもしれません。で次の7三成桂がかなり厳しい手となるんで止めてきたんですが、ただまあここは逆にこっちも、馬をですね閉じ込めてみたいと思います。これで桂取りとなりますね。でお相手の角を受けてきますか。5四歩とかですかね。でも、5七歩と伸ばしていけば桂も取れるんじゃないのかなと思います。これはちょっと対応がお相手の方のこれ桂強なんですが、これは桂馬も取れて、しかもこれで王手飛車ですね。もう勝勢というか、次はもう少しの腕の立つ相手を。